教えて、メディアミックス。楽屋裏。楽屋裏。はい、あの楽屋裏なんですけども。はい。あの、森島さんは。はい。多分、あの、本当に異世界転生の主人公みたいな。<laughs> うそ <laughs> う。嘘。そうですか。いや、でも、そうじゃないですか。ああ、えー、まあ、でも、転生しようって自分で思ってはいますけどね。 そうですね自主転生ですか自主的なで会社員やってる時に今一番あるあるなのはもう本当に労働が辛いっていう第一話むちゃくちゃ多いじゃないですかそうですね最近何メも二2 3時ですかねにトントンって言われて肩を叩かれごめんこれ今日中に終わらせてくれないかなっていう1000ページ以上の資料を渡された仕様書がいきなり来るみたいな今日中に今日中に今日中ってあしの10時が なんか納品なんだみたいな。それ平日。平日ですね。ねですよね。次の日納品ですもんね。はい、えーな。なんでもっと前もっと持ってこれなかったのかってなります。あの、えっと、僕がやるのは、えっとですね、結合テストっていうやつで。すべてのモジュールを結合した後に、はあ、その動作が正しかったかどうかをチェックする。上を押したら、こうなる、下を押したら、こうなる。はい、この文字を入れたら、こう出るみたいなエラーが出ないかを確認する。テストを千ページにわたってやっていくっていうのを。<laughs> 徹夜しましたね。いや、そんなばっかりでしたね。そんなばっかりでしたね。今は完全にアウトです。本当にアウトですけど、当時の労働法ね、基準法でどうだったかとかね。あの、いろいろありますけど。そうですね。まあ、あの、それを言ったら、ラジオ局も結構なもんだ。まあ、まあ、まあ、それはそうなんですけど。はあ、そういう時代を経って。で、声優さんになろうって思うのは。確かにっていう気が。しますけど。します。なんか、自分がやりたいことをやって。 人生を全うしようという気になったので、でただその中にキーボード演奏するところは入ってなかった、ね。なかったですね。全然なかったです。でだからやっぱり、うん、あのこう異世界転生したら謎のチートスキル持ちだったみたいな。つまりチートスキル持ってなかったんだけど。持ってなかったチートスキル身につけないと生きていけないっていう。そうですね。だから本当にあのー、村人 A として。 レベルを上げていくっていうそう地道にちゃんとこう養成所でで騙しんで入るみたいなはい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 で転職していくみたいなやっとできたぜっていう感じにですですね役者さんとしての経験もそこまでないですですねないですないですねだから本当に突然ですよね突然ですねでもそのその当時の声優ってあんまり表に出ることがなかったんですよ裏方の仕事というイメージが強くて僕の中では特にあのま ちょこちょこご自分の名前で cd デビューする方とかいたかもしれないけど、いらっしゃいました。もちろんライブをやられてる方もその一部いらっしゃったんですけど、こんなに例えばなんか20何人でとかバンド組んでとかアイドルでっていう世界ではなかったので、表に出ずにそのまあ、引っ込みじゃん。だったところもあったので、表に出ずに仕事に携われるって最高だって思ってたんですよ。しかもアニメの仕事に、うん、って思ったんで声優になったんですけど、出る仕事。 だってね、なってからなってたんで <laughs> もう本当に村人 A のつもりだったのに、はいえー、いつの間にか踊り子になってた <laughs> 踊り子ですて <laughs> <laughs> お客さんいるぜみたいな状態にいやもうだから本当に異世界転生ものの主人公っぽい <laughs> そう言われるとなんかそういうことなのかなと思いますけどねいやーいやーそれなんかゲーム化しませんか「ブシローとゲームで」っ <laughs> ゲームじゃなくてもアニメでもいいと思いますけど見たいなってえそ,うそうですね、まあ、イ,インディーズゲームとかに僕もあの似たような話で、はいはい、僕はもっと前の時代にオタクやってたんで、はい、えといわゆる18禁のゲームとかギャルゲーと言われるようなゲームがこのように出始めた頃になんだこれはって衝撃を受けてどンハマりしてるわけですね、はい、恋愛シミュレーションゲームでときめきメモリアルの前に同級生があるんですけどああなるほど。えー 同級生というゲームがあってそれを見た時に「なんだこれは!」って心の底から思ってる時にえ大学生ぐらいの時にはたと気が付いたことがあってなんか私の人生ってあの18禁ゲームの主人公か友達キャラみたいな人生を送ってんなっていうことに気が付き始めえあのなんだろうそれが今でも続いているので僕もなんか異世界転生じゃないんですけど何らかに取り込まれてしまった感すごいあるんですよね。 ね、あなんか分かる気がしますいまだに PC98 の中に住んでるんじゃないかい、ね <laughs> ね、古いパソコンですけどね、えー、もうと僕もときめも大好きなんであそうなんですねときめもメモにあ<ー>あの人生狂わされてるんで僕はあっ多分中学生ぐらいそうですよね、はい、そうかそうなんですそうかあ何回も下校する時に断られた僕ですよ、ねはいはいはい、分かるあのそれでその後に、はい、えっと 原始ってて漫画知ってます「<ー>ひらがなで原始犬っていう漫画があってそれはもうほぼ初めてオタクの生態を描いた人間ドラマみたいな漫画がアフタヌーンで連載してたんですけどそれを読んでて主人公のえっと笹原くんっていう主人公が女の子と揉めて女の子が喧嘩して怒って出ていくっていうシーンがあった時の笹原くんの あのセリフがセリフというか自分の中で思っている感想がうわゲームみたいって思っているんですよ、はい、<laughs> 確かにでその時に僕多分第一世代だと思うんですけどあの恋愛シミュレーションゲームとリアルな恋愛で恋愛シミュレーションゲームの方が先っていう多分初めての世代なんですよ私の世代があまあでも多分その我々私たちよりも下の世代はそうなっちゃってるんですよもう多分 メモから入ってるのでデートに行くなら遊園地か植物園かとかそういうここにねここに黒枠で白い文字でプレゼントはぬいぐるみなのかアクセサリーなのかみたいなそういう好感度メーターが気になるわけですね爆弾気になるみたいな。っていう 本当そうななんだよないやでもその当時はまだ荒かったから我々のことをそんなにゲームが接待してくれていなかったので、はいまあ、ある意味現実に近い部分もあったかもしれませんめちゃめちゃひどい振られ方とかしますし当時のゲームーに、えー、でもそれが最近どんどんゲームが接待してくれるようになったので、うん、あの現実の恋愛に支障を来す少年たちが出ていないといいなって今思ってて思いますす <laughs> 確かにリアルですもんね。えーねえー、ある意味こう、ね、しかもそのどっぷりこう来るじゃないですか。そうなんですよい怖い,怖い はい、えー、いや今も今今でもそうやって愛されてる側かもしれませんああ,あそうかキャラクターとしてはあ確かに。えー さあ、これ、確か、ええ。いや、だからって、別にひどいふるい方をするようなね、あのストーリー出てこないと思いますけど。ね、そうですね、えー。さあ、ということで、えー、すみません、本編と合わせて、こちらの楽屋では。本編も結構ぶっちゃけ、意味だったんですけど、<laughs> 楽屋はよりって感じになってます、ね。確かに。えーえー、じゃ、まあ、次回も、もう一回、本放送が、どうぞよろしくお願い,い,します、はい。よろしくお願いします。はい、お相手は、日本放送アナウンサー、吉田尚里と、森島修太でした。では、また来週、さようなら。さようなら。